ちゃうちゃう皆さん、こんにちは、シンクと申します。つい先日ね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、娘のね、運動会のお休みをの平日のお休みを使って行ってきたんですけれども、めちゃめちゃ人が多くて、遊べたもんじゃなかったんですけど、まあもう、グッズと、あと、普通に食べ物系のお土産とって買ってきたので、今回ね、食べ物系のお土産ご紹介していきたいなと思います。まずはじめにね、任天堂ワールドのお土産ですね。マリオのやつですね。これね、クッキーだそうですね。プリントクッキーになっております。開けてみましょうかね。よいしょ。はい、中身こんな感じ。おっと、プチプチ、プチプチ、でっかいプチプチいた。はい、あ、かわいい、あ、かわいいですね。こんな感じですね。でね、これね、プリントされてて、よい。はい、任天堂ワールドってことでね、プリントされてます。クッキーなんですけど、あれみたいだね、サブレみたい。うん。そうですね、どちらかというと甘めのサブレって感じの印象でございます。すごくいいですね。これはね、みんなで食べたいなと思います。続いて2つ目こちらですね。セサミストリートのなんだっけ、パスタスナックですね。スナック菓子になるものになります。これもね、量が入ってていいなと思って。どうしてもね、子供たちがいると、なかなかね、数少ないとね、喧嘩になっちゃうことが多いんですよね。なんで、数の多いお安いものをよく買うんですけども、これもね、そんなに高くなかったんで、買ってみました。味はね、塩とチーズ味になるそうです。クッキーモンスターのカラーが塩ですね。で、エルモのカラーがチーズ味になってますね。あ、違うのかな。あ、そうだよね。で、ベースは赤と青だからね。多分だと思います。塩味。いただこう。よいしょ。あ、すごい。トルネードパスタみたいなやつだ。ほらほら、くるくるしてるやつね。うん。おいしい。あ、で、ほんのりチーズ。なんだろう、なんか食べたことあるような感じだな。チーズ、ちゃ、これ塩ですね。ほんのり食べたことある。どんなんやろ。で、これチーズね。あ、チーズの方がめっちゃパンチ効いてる。めっちゃチーズの味。塩の方がほんのり塩だったんだけど、めっちゃチーズの味する。カールのチーズ味ってあるじゃないですか。あれに近いぐらいチーズの味がする。結構これチーズの味効いてますね。美味しいですね。これ結構安かったんで、おすすめでございます。レシート、どっか行っちゃったから何本か覚えてないんですけど、これおすすめですね。量も入ってるんで、お土産にめちゃめちゃいいかもしれないですね。会社とかのお土産にいいかもしれない。12袋 ×12、12×12 なんで24袋入ってますね。これよかったらおすすめです。最後にこちらですね。これはね、今ハロウィンやってたんで、ハロウィン限定のやつになります。味がね、キャラメルとプレーンとストロベリーになります。で、3つ入ってるやつですね。になっております。3つ入ってるから3人の絵が描いてますね。どれか1個だけ食べてみましょうね。よい。よいしょ。あ、ちなみにさっきのやつね、もう1個買ってます。もう1個買ってます。そうそうそう。で、あ、そしてね、これもね、2つ買っております。1つはね、ちょっと知り合いの方にプレゼントしようと思って2つ買ってます。よいしょ。これこう抜けるんだね。箱じゃないんだね。抜けるんだね。なるほどなるほど。3つのやつちょっと開けてみようかな。あ、テープ貼ってるのね。なるほど。こういうのってさ、こう綺麗に綺麗にこう剥がしたくなるのは私だけかな。こう綺麗にそーっと剥がしたくなるのは私だけですかね。あ、わかるわかるって方ね、ぜひともね、チャンネル登録並び高評価をしていただけると大変嬉しいございます。よいしょ。いや、わかんねえなって方はね、別に低評価でも構いません。でも、チャンネル登録はしてほしいな。よし、はい、いけました。あれだね、4面でちゃんと絵になってるんですね。かわいい。ほう。あ、泣けない。やばい。やばい、もうここ嫌い。ここ嫌い。ほんと、私ここ嫌い。開けれんのだけど。引っかかるのほんと嫌い。引っかかるよ。よし、開けれた。やっと開けれた。危ない。破りそうなんだ。あ、ああ、そんな感じで入ってんだ。あ、なるほどね。キティちゃんと、で、なんだっけ、名前。セサミのとこにいるキャラクターなんだよね。と、で、スヌーピーって感じですね。フレーン誰だっけ？キャラメル。フレーンはスヌーピーだ。じゃあ、スヌーピー1個いただきましょうかね。スヌーピーですね。よいしょ。ほい。あ、スヌーピー。かわいい。かわいい。あ、めっちゃかわいい。いいですね、これね。中身ね、何も入ってない状態ですね。うん、カステラだ。めちゃめちゃ甘いカステラだ。美味しいですね。他の味はね、ショート動画かなんかで、感想して言っていきたいなと思います。まだね、ユニバーサル・スタジオジャパン、これ、まだね、ユニバーサル・スタジオジャパンハロウィンの期間ですのでね、売ってると思いますのでね、気になった方はぜひとも買ってみてください。はい、ということで以上でございます。こちらの動画良かったなと思いましたら、ぜひともチャンネル登録並び高評価よろしくお願いいたします。いつもゲームの実況や生放送を行っておりますので、ぜひぜひそちらを見に来ていただければなと思います。ではでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。